こんにちは、グッピーこずえです。今日は何気にキャンプにいるやつもう何気に忘れたら忘れたってなるやつをちょっと紹介していきたいと思います。まあ、ちょっとずつキャンプにも慣れてきて、あ、これあったら便利やな、次のキャンプで持っていこう、いろんな人のねブログ読んで、あ、これこうしたらええんやんとか、いろんなね知識をね詰め込んだら、なんかより一層キャンプが快適になるから、もう毎日でもキャンプ行きたいなぐらいになるから、めちゃ無理やけどまず一つ目なんですけど、もうこれを思いついた時、あ、これ持ってこなあかんな、これ持ってきてみた、あ、めっちゃ楽やん、え、もうこれなんで持っていかんかった今までって思ったのが、まず一つ目、じゃじゃーん、草履でーす。まあ、私はちょっと今もちょっと冬生地になってんねんけど、まあええわ思って、これコロンビアの草履やねんけど、こうかかと踏んでもね履けるような感じ でこうコンパクトに持っていけるみたいな、まあルームシューズでもいけるみたいなやつやねんけどさ、使ってるからさ結構汚いねんけどさ、もうごめんな、なんかな、なんかごめんな、やっぱりなんか草履さ、特に冬キャンの時とかさ、寒いからブーツとか履いていくじゃないですか、ふわふわのモコモコのブーツとか履いていった時に、やっぱテント内からパッて出てトイレ行くとか、その時にすごいかかと踏んじゃっていそうになったりとかしてさ、これもなんかもうあかんやんか、もうこれな、ほんまファミキャンなってベビーキャンやな、なんか娘を連れていくようになってから、外でなんかやっててもパッとテントの中でおむつ替えなあかんみたいなんとか、そういうのとか、テントの中からパッと着替えを出したりとかせなあかんとか、そういう時にやっぱこの草履っちゅうのがやっぱめっちゃいるなと思って、でこれはもうキャンプでもコテージキャンプでもいる、草履を履いていくならいいんですけど、草履ってさずっと履いてたら足疲れんやんか、私結構むくみがち芸人で、まあ今日もちょっとむくんでるかもしれんけど、だけどさ、もうキャンプめっちゃやってる人の中では当たり前のことかもしれへんし、まあソロでやってる人とかはまあ持っていかんでも、もうこれ草履を持っていこうと思いついて、草履を持っていった瞬間めちゃめちゃキャンプがめっちゃ楽ちゃんみたいな、もう当たり前のことやけどそうなったんで、まあ、草履は私もうキャンプでの草履ってほんま神やと思ってて、っていうかサンダルっていうような草履、草履ってな、草履虫かみたいな、懐かしい顕微鏡で見たよねもうほんまになんかミス草履とか選ばれたいもん、キャンプ草履ミス草履とかなんかよう分からへんやつ選ばれたいもん。はい、続きまして火消し壺でーす。はい、これは火起こし器にもなる火消し壺なんですけど、最初火を起こすのがあんまり得意じゃなかったから火起こし器を使ってたんですけど、それはちょっと畳めるんですけど、火消し壺の機能がなくて、でこれに買い替えたんですけど、もう最近は火起こし器としては使ってないんですけど、すごい火消し壺としては結構使っております。やっぱり今までだったら火が消えるまで待ってからテントに入ろうとか、火が消えるまで待ってからなんかそういう風に来てたんですけど、それ子供にこうペースを合わせることが多いので、で火消し壺をやっぱり絶対持って行ってたら壺に入れて、あと何分かしたら寝ようかみたいな、火消し壺も絶対持って行ってて、やっぱちょっと結構かさばるんですけど、火消し壺って探してこれが一番なんか良さそうやったからこれにしたんですけど、結構消す時なのでここまで満タンに私は入れることがないので、最近ちょっと知ったんですけど、使わなくなった閉式飯盒とかでもいけるらしいし、なんか100均のオイルポットでもまあいけるらしいんですけど、その100均のオイルポットは一応なんか何度か以上はみたいな感じで書いてて、でもなんかやってみたらできるみたいな、まあ、記事とか動画とかも上がってるから、まあ、そこはまあ自己責任でやるかどうかは分かんないんですけど、私は一応この火消し壺を使ってるんですけど、火起こすのが得意じゃない人もあの火起こし器として使っても、閉式飯盒でいけるんやったら、その閉式飯盒とかさ、なんか別に皿じゃなくてもいい、皿でも安いんやろな、でもまあ皿じゃなくてもいいし、中古とかでさ、なんかフリマアプリとかで買ったらもしかしたら送料とかでちょっと高なってるかもしれへんからさ、アウトドア好きがこぞって集まるフリマとかないんかな、なんかそういうのでさ買ったりとかしてもええやんか、まあどうにかして安くね買う方法を、貧乏くさいから言ってます続きまして、何気にもうめっちゃいるんが、じゃん、雑巾でーす。雑巾忘れたあかんでってなるまでにほんまに何回キャンプした、もうバリクッソキャンプしたんちゃうみたいな、はい、なんかいつも湿ってるペグを拭いて直したりとか、テントがなんか結露とかでちょっと水分がついた時にやっぱりそのまま直したらカビとかなるからさ、雑巾で拭いてから直さなあかんのにいつも雑巾を忘れてて、もう最初のうちはあの旦那が俺のなんか
昨日の下着のシャツあるやろ、それで拭いとけとかってまあパンツじゃないだけマシやねんけどまあパンツで拭いとったら笑いもんやんななんかヨレヨレの下着で拭いてん、なんかあいつ拭いてんでみたいななるやんなそういうので拭いたりとか、あとお風呂に入って乾かせた時のお風呂用のタオルで拭いたりとかしとってさ、で、雑巾忘れんなみたいな、ほんまになんか雑巾忘れんなって言うねんけど、次のキャンプの時にはまた忘れてる、それこそ雑巾やねん多分な、ほんまに雑巾所には悪いねんけど、誰それ、ある時なんかお仕事のなんか感じのキャンプみたいな行った時があって、社員の男の子が、あ、今から僕片付け手伝いに行きますけどなんかいるもんありますかって言った時に、家で使ってないタオルないって言った時に、あ、私らってめっちゃ雑巾いるねやって思って、なんかもう人に頼んでまでも雑巾使ってるしと思って、で持ってきてくれたタオルがなんか今治タオル的な、なんかちょっと使いこなめちゃくちゃ使ってはいるような感じやねんけど、結構なんかこれ雑巾に使うべきタオルじゃないよなっていうのを持ってきてくれはった時があって、なんかその時に私たちって雑巾めっちゃいるよなと思って、俺らの推しって雑巾やんなみたいななって、でもうそっからは雑巾持った、雑巾入れてやみたいな感じ、もう車の中にも雑巾一つ入れとこうみたいな、まあ普通に車洗った後とかも、まあ、使う時もあるやんか、でも雑巾やねん世界はって思って、はい、机とかもさ、家でもアウトドアのテーブル使ったりする時もあるから、やっぱ直す時にちょっと足拭いていったりとか、まあ、椅子とかもね泥だらけになったりする時もあるから、それちょっと拭いて入れたりとかしたいのにいつも雑巾を忘れてたから、私はもうこの動画で誓います、私は二度と雑巾を忘れません。何してんやろ私。続きまして、これはこの前回ぐらいでやっぱいるやろっていう話にいつもなっていたものなんですけど、なので次のキャンプから導入するんですけど、じゃじゃーん、玄関マット。多分これソロキャンプとかだったらいらないと思うんですけどね、ファミキャンってなったら、うちはまだ3人なんですけど、まあ子供が靴履いてそのまま脱いでテントとかに入るようになったので、やっぱりねそのテントの中が砂だらけになったりとかするんですよ。だからもうちゃんとここで靴を脱いだり履いたりするっていうだけで、多分ねラフに、これが引いてなくてラフに行っちゃったりしたら、本場になんていうの、大人でもなんかそこをぐちゃぐちゃになってまうみたいなんで、中に砂がすごいことになってまうからさ、で今のブロッケ8っていうのは下の床が取れるからさ、別にあの最後掃除機とかほうきとかはせんでいいねん、もうパタパタってやるだけでええねんけど、でもやっぱ寝る時に砂だらけやったら絶対もうほんまに勘弁やんか、そんな砂場ですかっていうぐらい砂ある時とかあるからさほんまに今回のキャンプからこういうのを導入したんですけど、最初スノコにするのかこれにするのかすごい悩んだんですけど、やっぱ100均のスノコとかやったら重いから絶対壊れるやろなと思ったんと、やっぱりその子よりはかさばらんかなと思ってこっちにしたんですけど、300均とかの、これはなんか440円やってんけど、雑貨屋さんで買ったお外用の玄関マットをちょっと導入してみます。多分これ絶対あった方がいいなという結論になったので、これからの季節系なんですけど、絶対こう自分の中で夏のキャンプに絶対持って行ってるのがブロックの氷を絶対持って行ってて、それをやっぱり買っていった方がすごい溶けちゃうので、普通のね飲み物とかに使うようね売ってる氷とかだったら結構すぐ溶けちゃうので、ブロックの氷を持っていくんですけど、飲み物とかに入れる時にそれを使っちゃったらそれがなくなっちゃうから、飲み物とかに入れる氷はまた別で持っていくんですけど、その氷はそのクーラーボックスとかに入れてたらやっぱガン溶けていっちゃうので、やっぱお酒とか飲む時溶けまくった氷やったらちょっとテンション下がるし、餃子入れなあかんねやんか、私的には氷めっちゃ好きやからさ、氷を氷のまま残しとくためのものっていうのをやっぱ夏のキャンプは持っていった方が、絶対持っていかへんかったら、あ、持ってきたかったってなるやつで、そのために必要なものがじゃん、この、 今まではこのスタンレーの水筒に現地着いてからとか氷をガーって入れたりとかして、その氷を守って美味しくお酒とかジュースとかを飲むためにその氷を守ってたんですけど、最近これってそういう風にも使えるんやと思って、ワークマンの真空ハイブリッドコンテナに
なんか氷を入れとったら1泊2日やったかなのキャンプで全然持つらしくて、あ、そういう使い方もできるんやと思って、だからハイボールとか焼酎の水割りとかそういうの飲む人はめっちゃこれにガンガン氷入れて持っていっとくのもありやって、もうこれで夏の氷対策は完璧やっていうツイートとかも見たので、うん、めっちゃいいなと思って、これがまためっちゃ安くて2000何ぼとかで買えるので、人数が多い時はこれで氷冷やしてこっちにあのお茶を冷たくしたお茶とかカルピスとかを入れていってもいいなと思って、はい、何しかもこれから夏のねクーラーボックス対策は本当に大変っすよね。やっぱりキャンプでめちゃくちゃ飲まなあかんし、まあ、そうなってきたらやっぱりね、氷めっちゃ持っていきたいし、私。そして続きましてが、じゃじゃーん、小銭でーす。小銭さいるよね。ちょっとお風呂上がりとかにちょっと自動販売機でジュース買おうとか思ったり、コインシャワーとかもあるじゃないですか、これからのシーズン。で、その時に、うわ、1万円札しかない、1000円しかない、1000円入らへんタイプのやつや、とかなる時もあるので、一応なんか、1万円札だけじゃなくて、やっぱ違う1000円札とか、100円玉とか500円玉とかを持って行ってた方が、小銭ないハプニングがね結構うちあるんですよ。うちも持ってなくて夫も持ってなくてうわーってなる時があるので、こういう動画作ろうと思うねんけどなんかあるって聞いたら、あの旦那さんが小銭ない時あるよなみたいな言って、あ、確かにと思って、はい、小銭をプラスしました。だからキャンプグッズとか売ってるところに小銭入れが売ってるんやってね、めっちゃ思います。そしてこれはもうベビーキャンプとか子供連れのキャンプとかだけだと思うんですけど、あの子供が集中して遊んでくれる、まあ、お砂遊びセットと、私は最近このダイソーの500円ブロックっていうのを持って行ってます。旦那さんと一緒にテントを立てる時にこれをバーって出したら、まずお砂遊びで、まあその辺のね、もうほんまお砂広場みたいなお砂じゃないんですけど、だからその区画サイトとかのちょっとしたあのジャリジャリした砂みたいなやつで遊ぶだけでもやっぱりねすごい集中していたから、ジャリジャリお砂とかいじってるので、最近はもうお砂遊びセットをバーって出して、それをやってる間にバーってテントを組み立てたりとか、あとテント好きじゃないですか子供って、なのであのテントの中にこれを広げるとちょっとの間テントで遊んでくれてたりするので、あのテントでブロックやってる間に私たちはタープを立てるとか、テントでブロックやってる間にそれを見ながらお酒を飲むとか結局酒飲みたいばっかりのなんかね、なんかね形も似てるしほんではい、ってな感じで、買ったらうわ忘れたってなる、意外とあの持っていかないとなものたちでした。あとこれからのシーズン熱中症対策で、あの水分の多いトマトとかキュウリとか、あとあのちょっと凍らせたゼリーとか、そういうのもあの子供いるからちょっと持っていっとこうかなって思います。タッパーに詰めたちょっと凍らせた枝豆とかも現地着いたら解凍されてて冷たいし、ほんでなんかこの前みたいに旦那さんが料理するとかなったらそれ全く間にポリポリ食べれるし、枝豆やったらちょっと栄養もあるし、子供のおやつにもおつまみにもあるし、そういう動画をやったらコメント欄であのファミリーキャンパーの方が豆必須って凍らせたやついつも持っていくっていうコメントも来てたので、はい、そういうのも持っていかなあかんなと思いました。あの荷物多くなりがちやけど、まあしゃあないしゃあないみたいな、できるだけ荷物減らすとこは減らして、やっぱ持っていきたいもの持ったら楽なものとかは持っていきたいなっていう派やねんけど、これはねもうほんま人それぞれあると思うけど、やっぱ持って行って楽になるんやったらみたいな派です。何派とかそんな知らんし、よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ってな感じでいろんなキャンプあると思いますけど、あの自分なりのキャンプを楽しんでいこうと思います。ではではでは、皆さんのないと困るものも教えてください。コメント欄残していってくれたら嬉しいです。